頑張ります。ひとみゆです。よろしくお願いします。はい、みんなと一緒に笑顔になるなる、チーム8、チーム4県人、そして熊本県出身の倉野なるみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、めくって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 せーの、カレンダー。はい、福岡県代表吉田カレンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで本日は以上3名でお送りしていきたいなと思います。久しぶりに福岡でこうしてイベントができてすごく嬉しいですし、もうすごく楽しみにしてきたので、うん、まだまだ盛り上がっていきたいなと思いますし、今日はね、写真撮影も大丈夫ということで、もう、はい、すごくカメラがこっち向いてるんですけど、はい、ありがとうございます。写真も撮りつつイベントを楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、はい、続いての楽曲に行きたいと思います。聴いてください、どうぞ。笑顔でいられるようにそっとお願い。
た切の日々になぜだか笑ってた。画廊のパーティーから抜け出してきた。どんなに作品が売れても虚しいんだ。僕がずっと望んでた生活なのに喜んでくれる人もいない。ラケットラケットラケット、思い出すよあの頃二人で食べた一つのフランスパン。ラケットラケットラケット、青春の味で、最後にバケットを聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ちなみにバケットなんですけど、昨日KBC ラジオさんにお世話になった時に、あの夜バケに出演させていただいたので、その夜バケのバケにかけてバケットです。はい、披露させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあね、昨日の夜はそう福岡でね、美味しいものも食べましたよね。食べたね、いっぱい食べた、ね、うん、もう九州料理大好きなので、うん、まあ、私たち近県というか、そうだね、隣の山口と熊本と、そして地元福岡、うん、ね、何が美味しかった昨日。何が美味しかったかな、私はごまさばが美味しかった、うん、お魚がね、お魚が美味しかった。福岡、ね、お魚も美味しい、うん、美味しい、お肉も美味しい、うん、お肉も美味しいけども、うんうん、彼も私はもつ鍋を2種類食べさせていただいたんです。あ、そうだね、塩ベースと醤油ベースといただいて、うん、どっちも美味しすぎて、うん、またいろんな味食べたいなって思いました、うん、ね、福岡住んでても思うよね。そう、そうなの、いろんなお店のもつ鍋ってあるから、うんうんうん、地元民だけど、うん、福岡の ね、そうだね。そして今日はね、朝倉祭りということで、はい、朝倉ではあの本当にフルーツを食べました、うんうん、食べた、あのみかんのなんかありますよね、そっち詰め放題、詰め放題、もう終わっちゃったのかな。え、すごい人気らしいけど、ね、え、早い、ちょ、後で行こうと思ってたんですけど、みかんの詰め放題やる気満々だったけど、そう、あとね、牡蠣もね、牡蠣もね、美味しくて、美味しかった。自分たちで剥いて食べましたね。まさかの楽屋にあの包丁と牡蠣が置いてあって、そのまま食べてくださいっていう状況で、状況でね、剥いてくれましたね、はい、いただきました、はい、すごい美味しいフルーツをいただきました、うん、あったね、うん、はい、ぜひお土産にも買って帰ろうと思いますね。はい、ありがとうございます。あとここの屋台だと私砂釣りの唐揚げ、はい、あー、食べた、どこなん、どこだろう、まあでもあるんですけど、おすすめなんで、あっちあっちにあるんですけどね、おすすめです、ね、はい、食べてみてください、ね、皆さんもいっぱい食べてもらって、でも私たちもね、はい、もうすでにいっぱい食べたのでね、まだまだライブやっていきますか、けど、うん、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、はい、ではライブに戻りたいなと思います。はい、では続いて聴いていただく曲はですね、 AKB48 の60枚目のニューシングルとなります。それでは聴いてください、久しぶりのリップグロス。
のこと思ってますか？今すぐに会いたくなった誰か言っていいね。幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。途中ならの素敵なあの47の素敵な街への2曲を続けて聴いていただきました。皆さんいかがでしたか？ありがとうございます。いやもう早いものでですね、次が最後の曲になります。はい、ということで、早い、ここまでやってきてどうですか？じゃあ、なるとかどう？そうですね、やっぱり柿を食べてよかったなって思うくらい柿パワー、はい、柿パワーでここまでやってこれました。もう本当に楽しいステージで、こう皆さんね、反応していただいて、すごいね、手を振ってくださったり、手拍子してくださったりっていうのがここから見えてですね、すごく嬉しくなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。それ柿パワーと言ったら、私はみかんパワーみかん食べてた。はい、みかん今日の朝だけ多分5個くらい一番食べて、だって直前、さっき5分前くらいだったよ。みかん剥いてた。そうだよね。はい、みかんが大好きで、本当に美味しかったんだよね、ここのみかんがね。そうだから食べて頑張ったんですけど、けどね、まあ、すごいなんか こちらからもうこちらまで、もうね、たくさんの方が見てくださってるので、もうなんか常に見られてるなっていう緊張感を持ちつつそう、でもいろんな方に手が触れた気がしますね。アイコンタクトも取れた気がするので、本当に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、カレンちゃんどう？はい、本当にこの地元でライブやるっていうのは本当に念願だったので、できて嬉しいですし、地元のファンの皆さんももちろんですし、遠くから来てくださった皆さんも本当に盛り上がってくださって、温かくて本当に楽しいです。幸せですね。はい、本当にありがとうございます。またこうやってチームメイトで福岡でライブを、ね、できたらいいなって本当に思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次は最後の曲ということで、はい、それでは最後の曲なので、はい、皆さんぜひ私たちと一緒に踊って盛り上がってくれたら嬉しいなと思います。それでは最後の曲聴いてください。恋するフォーチュンクッキー。Thank you.
場いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。